ムスカウ公園は、ドイツとポーランドの間を流れる内瀬川にまたがる、イギリス式庭園。560ヘクタールもの広さを持つ。ドイツ側は、バーとムスカウ、ポーランド側は、ウェンクニツァの町に接する。この地を所有していた、ドイツのヘルマン・フォンピュックラー・ムスカウ公爵は、その頃、イギリスで流行していた、風景式庭園の手法に基づいて1815年に、造園に着手した。 彼は木や水流などの自然物を風景画のように配置する一方、それらと調和するような建物の建築、改築を行った。こうして彼は30年間、この庭園の整備に関わり続けた。1845年に彼は、経済的な理由から自身の所有地を手放さざるを得なくなるが、この地を買い受けた。 オランダの公爵がピュックラー公爵から造園を学んだエドゥアルト・ペツオルトを雇い入れたことによって構想は引き継がれた。第二次世界大戦末期のベルリンの戦いにおいてはこの地も戦場となり庭園内の城や橋は被害を受けた。終戦後には内瀬川が新たな国境線となり庭園は二つの国に分割された。破壊された建造物のうち 球場は東ドイツ時代の1972年に修復され、新城は現在修復が進められている。また、橋の修復も行われつつある。2004年には景観デザインの傑作としてユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。